南側にある石屋町通り。この付近は近世より石の町として栄えた。宝福寺は愛知県岡崎芝園町にある総統州の寺院。1957年改装の三河十三関の御礼場第一番目の寺である。元寺は投げ町にあった天大僧吉信寺と言われる。1593年春、重林春餅が中高開祖となり、 総当州の寺として創立された。1591年、岡崎城主、田中義政によって没却され、現在地に再興された。1601年2月11日、稲中寺により、治療二国を与えられる。1728年2月、竜海院19代絶家田、気学お尚が本寺を再興し、放治解散となる。1755年、 本堂が再建された。1959年12月8日、伊勢湾台風犠牲者岡崎市合同位礼祭が行われた。1960年3月10日、本寺所蔵の憲本着色般若16全新像が岡崎市指定文化財目録に指定された。室町時代のもので、超電子の筆と言われている。1974年4月、西三河で、 最初のユースホステルに指定された。栗を改装し、男子40条、女子20条、24人収容の宿泊施設や台所などを作り、市の保健所から旅館及び飲食営業の許可を取った。境内の左手が墓地になっており、その入り口には文化年間の名がある無縁物が立ち並んでいる。ありがとうございます。